霊的な目で見ますと、皆様方の本来の魂というものは光っているのです。ダイヤモンドのように、あるいは純金のように光っているものです。そうした無垢な魂を持って生まれてくるのです。それがいつの間にか大きくなってきますと、自分の挫折や悲しみを通して他の人に対する見方が変わってまいります。人が信じられなくなってきます。世の中は自分を害するように見えてきます。失敗は数限りなく、悲しみはその底を知らない。こうした現実の中でどっぷりと使って、そしてまさかそんなことがあるまいと思われるかもしれませんが、自ら自身の磁力によって、磁石の力によって、実はそうしたゴミや埃に近いものを吸い寄せているのです。こういう現実があるのです。そう、いつの間にか自分の心を害する思いを持って、そして害する行為を招き寄せている人がいくらでもいるのです。この事実に気がついたならば、そのような囚われから自由になろうと思うことが、まずその第一歩であるのです。囚われから自由になるためには、過去というものから決別をしていくことです。その不幸な過去を生かすためには、教訓と変える以外にないのであり、過去を教訓と変える以外にその過去は持って歩いてはならないのです。皆さんの心の中には、一本また一本とさまざまな釘が刺さっているでしょう。その釘は10年も前、20年も前の釘もあるでしょう。霊的な目で見るならば、釘は曲がり、そして赤錆だらけです。こんな錆びた釘をいつまでもなぜ心の中に打ち込んだままにしておくのか。それを抜き去ろうではありませんか。20年も30年も前に自分が失敗した苦しみ、そんなものにもし現在も囚われているとするならば、それは他の人の責任ではないはずです。囚われている自分自身の責任であるはずです。川の水は流れていってこそ使命を果たせるのであり、よどんでしまい止まってしまったら、その使命を終えてしまう。そうなのです。私たちはそのような引っかかりから自由にならねばなりません。これはまず気づくことです。気づいたならば、そうしようと次は意思することです。意図することです。意欲することです。それによって釘は抜けます。